はようございます。今日は公園があるのでよろしくお願いします。公園来てくださる方いますか？今日公園来てくださる方、行きます。ありがとうございます。顔むくんでない、いつものことですもうむくみじゃないみたいな感じだけど、そういう場合のマッサージ方法とかね、自分で調べてやりたいと思います。自分で調べます。ベルちゃんに会いたい、本当に。こんな可愛い子いたんだ。いますよって言ったらちょっと謎だけど。いますよ。あのチャット動画とっても嬉しい。本当ですか？よかったそう、チャットね、送ってるんですよ。できるときは、動画が撮れるとき。よかった。少し肌寒いやさ、それは本当にそう。今さ、自分の部屋来たらめっちゃ寒くてびっくりした。ね、なんでこんな寒いんだろうか寒いんだろうか。もういつもさ、配信するとさ、季節の話をする。季節じゃない、気温の話をするうんってこれいいのか。昨日の映画友達と。そうなんです、昨日はねメールに書いたんですけど、映画行ってきて、そう
映画行ってきて、なんかその後余韻浸りすぎて、なんかとりあえずゲーセン行こうみたいになったから、ゲーセン行って、そしたらなんかマリオ見つけて、え、これめっちゃ欲しくないみたいになってめっちゃ友達がすごいお金かけてめっちゃ何回もしたけど、なんか私一発で取れちゃってそうね、私一発で取れちゃって、なんかああごめんねちょっとすいませんみたいな感じだった。やばい、めっちゃ寒い、なんでだ。ルアンちゃんとおすすめです本当にありがとう、ここで言ってくれて。そう、マリオの映画見たの。もうね、なんだろう、感想を言うと、とってもなんだろうね、楽しかったですあとなんだろう、結構なんかマリカーをしていたからこそとかも結構あって、どうぞ、だからちょっと皆さんもぜひ見てください。映画行って仮眠してコラボ配信、そうなんですなんか結構まあまたまたギリギリに帰ってきて、もう帰ってきたらもうそのままもうとりあえずソファーで寝て、10分アラームかけて、でそして起きたんですけど、まあ軽い眠りみたいな感じで、だけど時計見て、いやまだいけるなみたいなあと5分寝れるなって思ったから、そっからまた5分寝て、それであと何分くらいだったっけ、ね、なんかそしたらもう12分とかしかなかったから、よし、じゃあ、あのね、配信準備しなきゃと思って急いでメイクして配信しました。なんかいつもさ、これが慣れてるからさ、なんかこの画面、そう、なんかコラボ配信になったらすごい一気に無加工になったからびっくりした、あれそうそうそう、びっくりした。新潟もかっていうのはありがとう、才能かいね。チャットとモバイル面の違う動画を見る、もうそうですね、動画が入れますね。鼻つまんでプーンですわかる、わかる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 、やってみたいけどちょっと変なのになりそうだからやんない。100円ちょっとな、すごい、え、ありがとうございます、取りました。何に使おうか迷ってる。その時は、その日はバッグにつけてたんだけど、そう、なんかバッグにつけんとか、なキーホルダー系が私好きじゃなくて、そうだから、なんか友達と一緒にいた時はなんかすごい、なんかなんだろうね、つけてたんだけど、なんか一人になった瞬間急になんかつけてるのが恥ずかしくなって、そう、取っちゃったそういうところあるんだよね、ルア、本当に。なんかストラップとかがつけない派なんですよまあでも今日は持ってきます、つけるというよりよいしょ、
最優判定するらしいです。あ、それはいつものことです。最初びっくりしたんだよね、配信した時。え、なんか自己紹介の紙を後ろに貼ってて、なんかツイッペですみたいな紙貼ってて、ここに。だからなんかこっから見ると反対なんですよ、私の画面から見たらね、その時。だから、え、これ本当に見えてますかみたいな反転してないですかとか言ってましたね。めっちゃ怖かった。そう、そしたら反転してないよみたいな言ってて、うんって感じ。だからこういう角度が漏れたとしても、これが反転になるって思うとね私は漏れないんだよね。そのお休み動画見ると、何これ、あ、間違いなし。あ、本当ですか、よかったですよかった。それはみんなが寝れるといいんだけどね。みんなあれ見れてるかな。まず結構寝る前に見れてるといいなと思ってて、結構その送信するのが最近はもうぴったり10時みたいな感じに送信できるようにしてるので、だからなんかそういう時にみんな起きてるかなって思いながら送るんだけど、みんな10時はまだ起きてるよね。ね。だからちょっとぜひ寝る前にでも開いてみてください。通知行くよ、何届くようになってるのかな、チャットは皆さん。寝てる日も、おお、見てから寝るありがとうね。ね、なんかうわね、メールで通知来るようになってる。おお、ありがとうございます。私の目を見つめる。ちょっと待ってよ。めっちゃ綺麗な目、本当にありがとう。いやでもね、これ本当にリングライトパワーなんだよね。おぉ、シュシュシュ、ちょっと待ってね。待って、目が痒くなってきた。あ、無理だ、ちょっと待って。オッケー。やばい、目触るとすぐ目がかゆくなる。ピンク、なんかさ、ちょっとパンダじゃなくなったくない？なんかちょっと前までさ、結構目の下がさ黒くてさ黒くて困ってたんだよね。ちょっとは良くなったかな。
んじゃないの時間経過しました、ありがとうございます。まあでもね、今日の公演でなんか昨日あのゆなちゃんと配信したんですけど、その度はありがとう、その度その件はありがとうございました。あれですね、あの昨日ゆなちゃんと配信したんですけど、2人で一緒に両席祈願してしたので、多分皆さん大丈夫だと思います。そう、昨日一生懸命メイク取ったらちょっと治ったからいい感じ。なってるよね。あ、すごい。お兄ちゃんのアラームが。あ、消えました。よかった。みんな聞こえた？今。今みんな聞こえたかな？どうだろう。つい話すのを止めてしまった。もうお兄ちゃんのアラームがテレン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 テテレン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 。私もその音のアラームです。聞こえた？かすかに聞こえた。ね、でも結構深い眠りだったんでしょうね。なんかちょっと立った後に止めたということは。リアマイのイントロみたいなアラームちょっとよくわかんないです。どういうこと？テレンテレンテレン。いや、ちょっと違くない？まあちょっとリズム感はちょっと同じかもしれない、わかんないけど、まあそういう感じだと思う。初期設定の iPhone の初期の音です。何もいじってないそのアラーム音だから、そのまんま基本的にみんなと一緒だと思う。一時期私アラームすごいなんかでーでーでーみたいな、すごいなんか結構飛び起きるくらいのアラームにしてた時もあったし、なんかすごいファンキーファンキーなあのアラームにしてた時もあるし、何さっきあとなんか鳥が鳴くくらい、鳥が鳴くみたいなピュ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 みたいなあのアラームにもしてた時がありました。一時期めっちゃ書いてて、なんかどれが一番起きやすいのかなみたいな。でも結局やっぱり一番なのはこれかなって思って、これってかまああの初期の状態、初期最初の状態。ファンキーなアラーム気になる。ファンキーなアラームはね、なんかすごいいろんな楽器使って演奏してますよ。低アラーム作ったけどね、なんか声入り時計と何朝時計何これ腹時計みたいなって、声入りの時計とかね。販売されないのかな。なんか起きてください、朝ですよみたいな。ママの声一番聞きやすい。そうそうそう、私なんかどんなアラームよりも人の声が話し、なんか人の声が聞こえると起きるんです。そう、なんか聞こえるんですよね。うん、ゆうあなちゃんのおはようボイスでいつも聞きます。あ、本当に？ゆうちゃんしかありがとうございます。そうだからもうママの声が目覚ましいって感じですね。その声で起こされたらすぐ起きる。
そうですね、なんか結構なんかね、なんか誰かと誰かの会話で起きます。なんか起きてとかで起きはしないけどなんか話してるとそれ聞こえるから、なんかそれで起きるみたいな。昔のび太のママがひたすらのび太っていう言ってるアラームを使ってたすごいな。髪伸びたな、やったね。やば、よいしょ。これから伸ばせたら伸ばします。せたらでも全然切る可能性ある。眠い、うん、なんかちょっとさっきからずっとあくび出そうだったけど、ずっと今まで我慢してて、ちょっと今無理だった。こういう結び方したいんだよね。なんかちょっとボリュームをがあるみたいな。けど結局こうやってさ、ぺっちゃんこのツインテールにしちゃう、こうやって。今日マギピースするね、そうそう、マギピース私好きだから。なんかね、左右で曲げピを変えるともっと可愛くなります。わかりますか？こうじゃなくて、なんか、そんなこだわりないけど、なんかわかりますか？曲げピ。ハマってます。あとなんかベルボーポーズみたいなのちょっと新たに作ったんですけど、ちょっとね、あの昨日のゆなちゃんとのスクショタイムの時にちょっとあの見返してみたら、皆さんが投稿してくださったの、なんか私のその目の開き具合がちょっと足りなかったのでちょっと再チャレンジさせてください。よし、頑張るぞ。3にして目を見開きます。どうすればいいの？なってる？どうなんだろう。ゆうなちゃんすごい 目が大きいことで、私目寝てるベルボーになるけど目閉じちゃう。わかんないんだよね、唇も分厚くできない。いや、ちょっと目開けるのに必死で、ちょっとまだ無理なので、これから上達させていただきたいと思います。かわいい、ありがとう。ちょっと待って、かわいい、ありがとう。唇どうやんの？うん、うん、うん、似てね、ちょっとまあ、そんな感じでベルボーポーズは基本しませんのでははは、毎日変顔してることになりますよ、スクショタイムで
はい、それでは誕生日見たいと思います。すぐ唇クオリティ上がった、よかった。じゃあ、お礼させてください。13位テタン氏、12位のっぽ氏、11位よちくん氏、10位バイキン氏、9位ケンジです氏、8位アイス氏、7位サバサンド氏、6位コガーマン氏、5位ピーメガネ氏、4位ラーマ氏、3位ガトランティス氏、2位ケイトシチューン氏、そして1位はジャガ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 ポッ、おじしでした。ありがとうございました。ごめんね、ちょっと感情早かったかもしれないけど、皆さんありがとうございましたね。今日公演ありますので、そう、23日もあったんですけどね、ちょっと1日空けて、また今日も公演ということで、またあれですね、暑くなりましょう。今日ちょっと寒い気がするけど、多分朝だけだから絶対これから暑くなるから、もしかしたら客席はね、結構暖房は効いてないですね、冷房効いて寒いかもしれないんですけど、まあ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 、ちょっといろいろ羽織とかも持ってってくださると嬉しいです。気をつけて公園来てください。お待ちしております。では7時を過ぎたので終わりたいと思います。最近はチョコミントがトレンドですか？チョコミントは好きですか？あんま無理かもしれないです。はい、それではありがとうございました。またね。